6日、日本テレビ系にて放送された第43回日本アカデミー賞授賞式で司会を務めた女優の安藤サクラと映画アルキメデスの対戦で優秀助演男優賞を受賞した柄本佑が共演。日本アカデミー賞史上初となるオットフインタビューが実現した。柄本佑&安藤サクラ、日本アカデミー賞史上初の夫婦インタビュー。柄本がアルキメデスの対戦での撮影を旧海軍学校に1日入隊させてもらって精神面を学んで、自分でも引くくらいキビキビやっていたところがありますと解雇した場面で、安藤は朝ドラ NHK 連続テレビ小説満腹で1年大阪に住んでいたので、その当時を1ミリメートルも知らない、気がついたら坊主になって、気がついたら新しい友達が久しぶりにできたって言っていたとコメント。新しい友達はアルキメデスの対戦の主演を務め、同作で優秀主演男優賞を受賞し、受賞式にも出席していた菅田将暉のことで、柄本は姿氏のことですねと言い、ちょっとやべえな、汗出るねこれとハンカチで汗を拭えた。また新しい友達姿にいては気がついたら仲良くなっていたと明かし、姿も皆さんの前で言うようなことでもない、かっこ笑い、恥ずかしいですけど楽しかったですと笑顔。二人のやりとりに安藤は良かったです、お友達がどうも及ばなしになっていますと妻の顔を狙いかせていた。第43回日本アカデミー賞コロナ影響で規模縮小。同賞は2018年12月16日から2019年12月15日までに東京地区において有料で初公開された優秀な劇場用映画及びアニメーション作品1日3回以上2週間以上継続して上映された40分以上の作品が対象。今年1月に発表された青少15部門各優秀賞の中から6日に東京グランドプリンスホテル新高輪にて行われた授賞式で各最優秀賞が決定した。なお2月27日には新型コロナウイルス感染予防の観点から授賞式のすべての観覧を取りやめ、規模を縮小して見施されることが発表されていた。司会は安藤と共にこれまで授賞式会場でのインタビューやテレビ放送の司会を務めてきた羽鳥慎一アナウンサーが務めた。